今日は久しぶりのお休みだね。一気とデートでもしとく？まあ、ほっといても向こうから誘ってくるだろうけどさ。あれ？一気じゃなくて知らない番号から電話だ。私だ。この間はすまなかったな。この声は。お前の彼氏、一休君と言ったか。彼にも謝っておいてくれ。あ、君のお父さんだ。実は、あの後妻に叱られてな。この3日、怒って口も聞いてくれなかったんだ。本当にあいつには参る。今までなら女に叱られて黙っている私ではなかったんだがな。あいつにだけは頭が上がらない。まあ、この私に都会を離れる決意をさせたくらいだしな。あれ、お父さん？この間の態度は反省している。押し付けるような言い方をして悪かった。だがな、それはそれとして、やはりお前を一人で置いておくことはできないんだ。こう言っては身も蓋もないが、まあそのなんだ、うちにはそれほど余裕がないんだ。これ以上の援助はできないし、もちろんだからといって彼氏との同棲にも賛成できない。お前はまだ若すぎる。将来を決めることになるんだぞ。その覚悟があるのか。お前が嫌がる気持ちもわかるが、私も今度こそ離婚はしない。お母さんもお前を待っている。もう一度前向きに考えてくれ。いい返事を待ってるぞ。ねえ、君のお父さん、もしかして今回の結婚は軽い気持ちなんかじゃないのかもしれないね。もしかしたら一輝が君と会って変わったみたいに、お父さんも変わろうとしてるのかもしれない。だとしたら、あれ、どうかした？一人暮らしだと？バカなことは言うな。お前はいくつだと思ってる。わがままを言ってないで、さっさと引っ越しの準備をするんだ。あなた、少し落ち着いてください。あなたがそうやって頭ごなしに言うから、離れて暮らしたいなんて言われるんです。だがこの子はまだ子供だ。子供だって嫌だと言っているものを無理強いすれば嫌がられるのは当然です。それはそうだが。ねえ、あなた、私のことが嫌なのはわかるわ。もう4人目の母親ですものね。でも私は純粋にあなたの一人暮らしが心配なの。しばらくお父さんと離れて落ち着いて考えてみるっていうのはどうかしら。あなたもそれでどうですか？まあそうだな。わかった。だが8月末までだ。いいか、それ以上は待たないぞ。
今日で8月も終わりだね。お父さんのところ帰るの？僕と一緒には暮らせないよね。何もしないよって言ってもやっぱり信用できないでしょ。ま、ちょっとね、将来を決める決断をしてもらうには3ヶ月は短かったよね。もう少し時間があったら何か変わったかな。どうだろう。僕はね、君のことが好きだと思ってから付き合おうっていうまで2ヶ月だったかな。でもね、将来背負ってもいいと思ってたよ。君とずっと一緒にいたかった。触れられなくてもそばにいたかった。そう思ってたよ。3ヶ月かけても伝わらなかったのに、今更言っても恥ずかしいね。電車で2時間の距離か。いいんだよって言ってあげたいんだけどね。つまるところ、彼は絶望を受け入れながら生きているということだ。さて、君の意見はどうかな？そんな泣きそうな顔しないの。会えなくなるわけじゃないんだから。会いたくなったら呼べばいいし、声が聞きたくなったら電話しておいで。夜中でも明け方でも相手するよ。でもね、僕からは電話もメールもしないから。選んでもらえなかったんだし、あがいてもみっともないでしょ。バイトも一緒にできなくなるし、学校は別だし、君の家は遠いし、気持ちが離れたっておかしくない。君が離れたくなったら離れてっていいんだよ。忘れていいよ、僕のこと。そうだね。ああ、僕はね、そのうち忘れるよ。そのうちね、多分、ほら、10年とか経てばね、多分。もう謝らなくていいから。君を悲しませようとしてるわけじゃないんだから。電話しておいで、気が向いた時にね。じゃあね、元気で。また会えたら会おうね。好きだったよ。電話しておいで、気が向いた時にね。